さあ行きましょう。モータージャーナリストの小宮坂です。今乗っているのはボルボの2023年モデルの XC90 リチャージアルティメート T8 AWD プラグインハイブリッド。言えたでしょ、これ合ってるでしょ。おそらくまずね、社名を覚えるのが大変。今社名ですからね、これ今言ったの。これね、もうちょっと整理した方がいいっていう、もうなんかネーミングからなんでそんなことを僕は突っ込んでんだって、そんなのほっといてあげなよって言われそうですけど、いやでもね、そのやっぱ商品とか分かりやすい方がいいと思うので、伝わりやすいとか分かりやすいとか理解しやすいとかの方が絶対いいと思うので、だってもう一回皆さん言ってみてください。社名今テロップでここにブダーッと出てますよね。はい、はい、どうぞみたいな。 XC60、リチャージ、アルティメート T8 AWD プラグインハイブリッドですよね。なんか抜けてる？いや抜けてないよね。でも要は T8 とかもう T ってなった瞬間に、ボルボってこの今 T8 とかってなんだそれはっていうと、 T8 っていうのは要はパワートレーを示してるんですよ。だからプラグインハイブリッドっていうのがもう T8 って言った瞬間わかるんですよ。でプラグインハイブリッドは T8 か T6 しかないんですよ。だからこれ昔のターボの T のまあ名残なんですけど、だから P8 とか P6 とかにすればいいんですけどっていうね、ほんとそれはちょっと思うところです。まあ何にせよだからプラグインハイブリッドなんですよこれは。で、AWD とかもうプラグインハイブリッドは今 AWD しかないので、だからもうそれでいいじゃないですかってまたなっちゃうじゃないですか。だから AWD もまあでも AWD かどうかは社名でも分かった方がいいよねって、それは確かにあるか。だから AWD は必要か。でもプラグインハイブリッドもまあ社名でもあった方がいいか。そしたら T8 とかいらないんじゃないのって、でもボルボの中で分かりにくくなっちゃうのかとか、そういう感じで残してっちゃうんだろうなやっぱ。でアルティメートってそもそも何だっていうと、アルティメートはグレードです。だから装備とかが、だからこういうウッドとかのパネルであるとか、シートとかのこれベンチレーションシートがついてたりとか、だから装備ですよ、グレードですよ。アルティメートが一番上です。今までボルボはこれ2022年モデルまではインスクリプションっていう名前で展開をしておりましたね。一番上位グレードで、まあその上の R デザインがあったんですけど、 R デザインとか今は今ない状態で展開がされており、インスクリプションがそのままアルティメートに変わりました、グレード名が。で今までモーメンタムもありましたけど、モーメンタムとかはもうベーシックな、要はプラスっていう名前に変わりました。これアルティメートなので上位グレード、だから装備充実バージョンです。ハンドルも超あったかいですみたいな、今そういう状態で乗っております。で先ほど言った通り、この T8 はプラグインハイブリッドなんですけども、これ今までもありました。でこの T8、実はね結構大きくガラッと変わったんですけど、車で言うと、走りで言うと、今わかるかな、ちょっと今 B レンジにしました。アクセル踏みます、普通に走ります、ブレーキ今踏んでません、もちろんアクセルちょっとずつ離します、減速始まります。最大 0.25G です。これだからワンペダルドライブが結構可能です。もちろん危ない時とか緊急ブレーキとか、もちろんブレーキペダルは操作してください。赤信号来て、赤信号で完全停止までやってみたい、はいっていう時に限ってね、大概赤信号にならないの。これマーフィーの法則みたいな、そんな感じですよね。さあじゃあ次曲がりましょう。今もこれ減速してますけれど、ブレーキ踏んでないですからね。これワンペダルドライブです。だから B レンジだとできるんです。でちなみに、あ今ちょうど歩行者様、どうぞどうぞ走らなくていいですよ。ほらこれ完全停止です。ほら完全停止で再スタート。歩行者様、あ、いいですよ、走らないで、革靴大変でしょう。っていうね、このワンペダルドライブができるんですよ。これがね、特徴的。だから今までこのワンペダルドライブで完全停止までできなかったので、この完全停止までできます。でこの完全停止できるかどうかとか、いや B レンジで走行中のワンペダルドライブは好きだけど、減速してくれるの好きだけど、完全停止とかまでは俺ちゃんとブレーキ踏んで自分で止まりたいよっていう方とかのために、クリープ現象をあえて出すモードっていうのも選ぶことができますので、それを選べばこの今減速しててもこのあたりからだらーってクリープ現象になっちゃうので、そういうのも選べます。まあ、そのあたり今ちょっとこの車の外装とちょっと説明も取っておきましょう。ちょっとはい、内外装紹介どうぞ。
さあこちら今乗っている XC90 ですけれども、さあこちらになりますね。あの走行モード切り替え、ハイブリッドとかパワーとか今チャージにちょっと入れております。また次電動ドライブをしたいので、でチャージをやめてホールドにしたら今ちょうど27キロ走れる形で、電気は余っておりますけども、ガソリンも使ったら650キロ走れるっていう、まあこういうのもすぐパッと見てわかりますね。でその27キロをもっともっと増やしたかったら、これチャージにすればエンジンがかかってで、そのチャージしてくれます。まあ基本はもうオートで走っておくと全部効率がよく全部使いこなせるという形になりますね。でアシストとかの設定もありますけど、この今パーキングに入れてますけど D レンジにするじゃないですか。あ、ちなみにこれクリスタルじゃないですか。だからこれアルティメイトですね。もうこの内装もこの上級の革なんですね。しかもベンチレーション付きじゃないですか。で今ねもうステアリングもあったかくて、ほんとねこの寒い、今日ほんと寒いんですよ。しかもそれで海沿いなので、でこのベンチレーションのシートが付いてるのはもうアルティメイトなんですよ。だからこれプラスとかだと付かないので、下のグレードだと。だからまあグレードも本当インスクリプションとモーメンタムとかそういうのはやめて、インスクリプション今まで一番上でしたけれども、それが今はアルティメイトになり、でモーメンタムとかはプラスになるっていう、そういう形です。で R デザインはもう今基本としてなくなってしまったって思ってください。 R デザインのしかし見た目はもうそのまんま、このリチャージって言われてるプラグを挿すモデル、だからこれもプラグインハイブリッドですので、このモデルも昔でいう R デザインの見た目が設けられております。で話またそれちゃった。だから P じゃないですか。これを今 D にするじゃないですか。でこの D を引くたびに実は B レンジ D レンジが切り替わるんですよ。見ててください。これ B D B D 切り替わるじゃないですか。で B にすると何かっていうと、今これ不等なのでちょっとアクセルをこれ B にすると、これ今クリープ現象なんですよ。ブレーキ僕何にもしてません。だからこれでクリープ現象で、このクリープがあるとワンペダルドライブで完全停止までいかないんですよ。これクリープをやめてあげると何が起きるかっていうと、今ブレーキを離したとしても車動かないんですよ。でアクセルを踏んで走ります。アクセルを戻せば自然と最後完全停止までちゃんと自然と行きますっていうワンペダルドライブになるんですよ。だからこのクリープをありなしか、これはだから設定次第で、まあいかようにでもっていう、まあこのワンペダルドライブで完全停止までを求める人求めない人はもちろんいらっしゃいますので、価値観の違いで、まあなのでそういうにも対応しようというのと、あとまあ認可の問題もいろいろあると思います。あのこれをつけないと認可がね降りなかったはずとか、まあまあそんなことはいいですよね。実は今パーキングのボタンを押す前に僕シートベルト外しちゃったので、あのシートベルト外すと勝手にパーキングになったりもするので、もうそういったところもどんどん進んでおります。あ、ちなみにこういうバウアーズウィンクリスを、あの音をあの聞かせすることができないんですけど、すげー音もいいです。ここにもスピーカーもありますね。はい、外行きましょう。 XC90 どんな見た目の車だったか、ほらもうこういったところモールも黒じゃないですか。もうこのモールが黒って言った瞬間に、まあダークエディションだっけな、なんかそのダーク系の色を使った R デザインの見た目をガソリン車にも今でもちゃんとやろうっていう XC60 かな、ちょっとあるんですけれども、それはでもそれ以外基本的にはこのもうブラックモールであるとか、さらにはこのブラックグリルであるとかは全部リチャージです。ほら見た目かっこいいでしょ、なんか締まってるでしょ。だから前で言う、だから R デザインのこれ見た目ですよ。だからでも今このブラック系の仕立てはもう全て電気自動車もしくはこのプラグインハイブリッドに今分け与えられているという中身になります。これで幅は1960になります。ほら編集大変でしょ、いつも前兆から来るから、あの決められたルーティーンで今テロップ入れようとしてたと思うんですけど、まあこれやると本当怒られちゃうなボスに。はい、やめよう。はい、全長4950。はい、まあたまにはねこういう刺激もね。1775です、高さは。でホイールベースとしては2985、だからロングホイールベースですよ、かなり。で最低地上高は210の SUV スタイルです。だからボルボの中では40、60、90ってこれボディサイズ別でモデルがあって、だからこの XC っていうのが SUV スタイルなんですよ。 V ってなるとツーリングスタイル、まあワゴンスタイルですね、ステートモデルっていう形なんですけど、 S ってなるとセダンタイプになるっていう。だから XC か V か S かでボディ形状が分かり、この90か60か40かでボディサイズが分かるっていう形で今ボルボは展開しております。で
もう今回の2023年モデルから全てもうエンジンを積んでたとしても全部排気はもう隠しちゃいましたね。だから下方排気にしておりますので、もうマフラーのとこからエンジン積んでるかどうかなんていうのはわからんっていう、そういう風にもなっております。じゃあちょっとトランクも少し開けてみますか。はい、トランク、こんな形。はい、これいつも通りですね。 V とかでもやってることですね。 XC90 は60と違って3列目シートがありますので、このあたりも特徴です。では戻りましょうか。2列目シートもちょっと見たい。はい、ちょっとお待ちください。はい、2列目シートこんな形です。あ、特徴はね、このチャイルドシートですよ。これちょっと、はい、引きます。ここそうするとほらカチャンと、だからジュニアシート、ごめんなさい、今僕チャイルドシートって言いましたけど、こういうの正確に伝えないといけない、ジュニアシートです。チャイルドシートはもう皆さん使うと思うんですけど、意外とねジュニアシートを使わない方っていらっしゃるんですけども、ジュニアシートちゃんと使った方がいいですよ。やっぱシートベルトが首にかかったりすると、ほんと衝突した時にあの首元切れたりするので危ないので、だからまあジュニアシートっていうこのお尻の下に引く座布団みたいな形が欲しいんですけれども、だ意外とそれ本当ね使ってない方も多いので、だからまあそれであればもう車にこういう風にもう備え付けの車買った方がいいです。ボルボは昔からこういう安全性のところすごいやっておりますので、はい、まあボルボらしい作りと言えますね。あれ、ここ XC60 よりもなんかここセンタートンネル小さい気がするな。ちなみに最低地上高210なんですけれども、結構フロアが低いと思います。なぜならほら僕シートに腰掛けてるじゃないですか、普通に腰掛けててべったり足つくので、結構これ低い、ポジションというかシート位置で乗り降りがしやすいと思います。ちなみにタイヤは、はい、P0 です。27535 22インチを履いております。もちろんエアサスでございます。そしてフロントはというと一緒ですね、27535 22インチです。フロント見るとエアサスだってすぐわかります。じゃあはい、また試乗戻りましょう。どうぞ。ということで分かっていただきました。まあというような形でもう設定一つでワンペダルドライブであるとかも簡単に設定することが可能です。でまあ乗り味で言ってもね、エアサスですのでこの辺り変わってないな、変わってない。あの足回りは今回2022年から23年になった時に基本大きく変わってないんですよ。大きくというか変わってないんですよ。もうそのままキャリーオーバーという形で仕立てられております。まあ今乗っててもね、 XC90 のこの T8 はもともとかなりいい乗り味を持ってるので、でもこの完全停止はやっぱ楽。このビッグサイズの SUV がこういう完全停止がスッてできちゃうのは、僕は結構ね、僕はもう完全停止、ワンペダルでの完全停止推奨派でもあり、あったら絶対使うよっていう、そういうタイプなので、僕は嬉しいですよ。で、まあスタートする時もとってもとっても滑らかです。ちなみにホールド機能からの、まあ再スタートとかはすっげー滑らかです。これ、世の中で一番トップじゃないかっていうぐらいホールドからの解除が、なんか、知らぬ間にブレーキからもう解除したのみたいな、そんな感じですよ。ちなみにね、ボルボで僕がね、なんか言いたいことは、走行モード切り替えがこの画面上なんですよ。機械的ななんかボタンってあったっけ？ない気がするんすよね。おーおー、ダシは開いちゃった。はい。ないんすよ。それがね、気になるとこなんすよ。さあ、じゃあパワーモードにしまーす。さあ、行きますよー。3、2、1。ゴン、ゴン、つえつえ、 T8 すげえ。ボルボの中で今一番最強っていうと V60 にポールスターが確かあるので、あれが T6 相当のパワートレがそのままついてるので、それが最強なんじゃないですかね、ポールスターが。うん、でまあその T8 っていうのはプラグインハイブリッドで、先ほどから言ってる通りなんですけど、プラグインハイブリッドって同じハードを使っている中で出力違い、要はソフト違いで T6、T8 をちょっとハイブリッドにしよう、 T6、T8 があるんですけれども、ボルボは。でその T6 はこの弟分の XC60 に積まれております。だから XC60 ではこの T8 は選べないんですよ。で逆に言えば XC90 においては T6 は選べないんですよ。
で、どちらも全部ハードは一緒なので、もうソフトだけの違いです。もう出力違いっていう風に考えてください、この T6T8 で。その中身はっていうと、ボルボってね、これちょっと他に今回は XC60 の動画も V60 の動画も作ってるので見ていただければいろいろわかるんですけれども、すげえことやってるんですよ昔から。例えばですけども、ボルボはまず真っ先に2リッターの直列4気筒だけにエンジンを絞ったんですよ。で、その上でいろんな馬力違いを展開したんですね。どう展開したかっていうと、スーパーチャージャーつけたりとか、電動ターボチャージャーつけたりとか、マイルドハイブリッドのベルト駆動 であるとか、ピニオン駆動、要はギア駆動であるとか、いろんなアイテムをボルボはどこよりも一番早く充実させ持ってるっていうのがボルボなんですよね。すごいんですよ。で、その中でこの T8 ってもともと一切合切モデルだったんですよ、エンジン。要はターボも使うし、スーパーチャージャーも使うし、マイルドハイブリッドとしての電動アシストも使うし、リアはモーターで駆動するしっていうね、もうほんと一切合切モデルだったんですけども、やっぱね、スーパーチャージャーってすごくね、やっぱまあ効率があんまりそこまで良くないので、でも低回転からのトルクはすごいいいじゃないですか。だからスーパーチャージャーは効率悪いからやめちゃったんです。でも低回転からのトルクは欲しいよねっていうところで、これ何してきたかっていうと、電動ターボチャージャーにしてきたんですよ。要はターボチャージャーは今までも積んでましたけども、それを電動駆動するようにしたんですよ。それが大きな大きな違いで、その電動ターボチャージャーすげえじゃんって言うんですけど、でも元々これ電動ターボチャージャーは B6 に積まれてたエンジンのユニットなんですよ。何のことかって、だからプラグインハイブリッドは T6、T8、通常のガソリンモデルは B4、B5、B6 ってあって、B4 と B5 は単なるシングルターボチャージャー。これ、ソフトの違いだけで B4 と B5 があるんですけど、B6 になると単なるシングルターボじゃなくて、そのシングルターボをモーター駆動、48V のモーター駆動させるっていう電動ターボチャージャーになるんですよ。だから電動ターボをどこよりも早く採用してたのがボルボだったんですよ。この T8 のエンジンは電動ターボチャージャープラス、さらにマイルドハイブリッドももともとやってますので、それもさらに今回強化させてきました。で、ボルボはこのマイルドハイブリッドって言った時に、他のメーカーもそうなんですけど2つあって、で、それがベルト駆動かピニオン駆動かっていうのがあり、で、これはピニオン駆動です。ピニオンって要はギア駆動です。だからすごい力強いんですよ。ベルト駆動だとこれ150ニュートンぐらい今出してるんですけど、それもパワフルになったんですけど、この23年モデルで、で、それはスーパーチャージャーがなくなっちゃうから。で、その時にベルトだともう150ニュートンなんてやったらもうベルトの山が飛んでっちゃうので駆動できないですけど、これギア駆動なので、だからそれだけパワフルなマイルドハイブリッドを積んでいるっていう。で、それでいてさらにリアモーターまで大きくなりました。これだから通常の電気自動車とかでも使われているモーターとかを積んできたようなイメージじゃないですかね。300ニュートンオーバーのリアモーターついているので、だから今これエンジンがちょうどかかってない状態だから、そうするとこれリア駆動だけでこれ走ってるんですよ。これだからね、すごいですよね。これリア駆動の電動モーターだけで今走っており、だから結構静かでもあり上質でもあり、で、運転支援も前よりもね、なんかシャキッとした感じがする。ちゃんと支援してるぞっていうのがはっきりわかる感じ。いや、いいんじゃないですかね、これ。まあ XC90 もともといいのでね、僕がまあ XC90 とかに行かない理由、ボルボ、なんかボルボってイメージじゃないじゃないですか、僕。どっちかというと、なんかそんないい子ちゃんな感じじゃないじゃないですか。なんかボルボが裏ボルボみたいな、だからなんかブラックレーベルみたいなの出してくれたら、なんか行きそうなんですけど、なんかね、ボルボなんか優しいとか、その北欧テイストっていうところで、なんかね、ちょっと僕にはなんか、ちょっと申し訳ない感じがしちゃって。しかしね、ほんとすごいですよ。ボルボの技術はすごいんですよ。さあ、カーブでーす。僕ならここで切る。もうちょっと遅いかな。もうちょっと早く。なんか、キュッて切れる感じありますよね。ハンドルの操作量もキュッていう。だから、じわーっていうよりもキュッていう感じ。もうちょっと早くてもいいのかなっていう感じもありますね。操作タイミング。まあそこまで違和感あるほどじゃないですけど、超ピカイチバッチリっていう、そういう感じでもないかもしれない。まあでも
あの運転支援 安心感はあるかとは思います。まあその運転支援も今回賢くはなってきておりますので、でまあどうやってリアモーターとかそんなしっかり働かせるようになったんだって、モーター自身も変えてきたのもあると思うんですけど、バッテリーが変わったんですよ。バッテリーが 19kWh 弱ぐらい積んできてるので、 19kWh って小さな小さな電気自動車そのまんまのバッテリー積んでるぐらいななんか容量あるわけじゃないですか。今までは12kg とか 13kg とかそのぐらいの 13kWh ぐらいを積んでいたので、だからバッテリーの搭載量が増えたんですよ。まあそれに対して航続距離ももちろんあの電気だけで走れる距離も長くなったんですけど、結果としてモーターとかを使うっていうその量がすごい増えたので、もうねスペックはねちょっと今暗記できていない。フロントのモーターが150ニュートンぐらいですよ。エンジンは400ニュートンぐらいですよ。でそれでいてリアモーター300ニュートンぐらいですよっていう、まあそれらが合力でどういう風に働いてくるかっていうそんな感じです。まあ馬力で言うと、まあ T6 でシステム的に、350馬力出してるんですね。だから馬力で言うとこちらで400馬力ちょっととか450馬力ぐらい。なぜかねこの T8 に関してはシステム馬力が出てないんですよ。公表されてないのでちょっとわからないんですよね。じゃあちょっと加速してみましょうか。もう前も後ろもいないですし、はい、トラックさん先行っていただいて、そこジャンプ台もあるのでね、3、2、1、5、おいおい、いやワンテンポ全然来なかったけど来てからはすげえ加速。なんでこんなワンテンポ来なかったか、なんかねあの頭の中で計算してたすっげえ時間がありました。車がこんだけ突然ドライバー踏み上がったよ、こんだけ踏まれるともうこれ動かせあれ動かせあれもやれみたいな、よしみたいな、ドーンみたいな、そんな感じでした。その時間がすごいかかった。やっぱねシステムがすごい複雑ではあるので、リアモーターの使い方、普段はリアモーターだけで走っていながら瞬間的にそのエンジンも稼働させないといけない、でその時にそのエンジン自身も電動アシストが入ってるしとか、だからすげえこれ複雑なシステムを入れているので、でフロント周りのパワーコントロールユニットとリアのモーターのパワーコントロールユニットは独立した半導体っていうかコントロール ECU でコントロールされてるはずなので、そこのバイパスもさせないといけないしで、まあ考えただけでね相当これ時間かかると思うんですよ。まあその分のレスポンスだと思います。例えば今も 3,2,1,5 パンとここっていう加速のしてからはすげえ力強いけど、やっぱねすぐには来ないですね。でもまあ電気自動車のあるあるで、あの全開ドンじゃなくてハーフぐらい、3、2、1、5、ほらハーフぐらいを踏む分にはすぐ来る、3、2、1、5、ほらすぐ来る。だからハーフアクセルぐらいを踏む分にはね本当まあなんて言うでしょう、反応いいんですよ。まあ乗り味としては本当ね今までとあんま変わってない感触かな。今までよりちょっとねフロント落ち着いた感じがする。いや落ち着いてないか。あのそうだ、僕ちょっと思い出してきた、 XC90 ちょっとねプルつくんすよフロント周り。そうだ、だからプルプル振動、プルつく振動がちょっとは収まってんだこれ。やっぱこれ V60 で、僕実はあの2時間ぐらい前にあのこの T6 が乗ったんですよ。だから T8 の要は ECU 違いですよ。だからちょっと馬力を抑えたバージョンがあるんですけども、それを乗った時にスーパーチャージャーをやめて電動アシスト系でメインにしてるから振動特性がすげえ良くなったよっていうのを僕は言っていたんですけれども、それで考えた時にこっちもちょっとねエンジンおしとやかに振動少なくスーパーチャージャーじゃなくなった分なんか回り出してるんだと思います。で前ね XC60 ってもっともっとプル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 振動が僕はあった記憶というか、もうちょっとねフロントが落ち着かないというのかな、慢性的なちょっとプルプル振動がフロントのハンドルからも伝わるようなそういう印象が僕はあったんですけども、それをね今思い出した。
で逆に言えば今思い出すぐらい消えていたっていう感じです。でさっきなんでそれが出たかっていうと、路面との共振からたまたま出てきた、今また消えました、あのハンドルから伝わってくるプルプル、あのもう一回その振動を見つけちゃったので今は若干はもうあの感じてますけれども、でもこれであれば全然気にならないと思う。あえてそのプルプルするよっていうのを僕が言うほどではないけども、やっぱ路面との波長が合っちゃうと、これエアサスから来るプルプルでもあるので、それとの共振でもあるので、まあだからエンジンとしてはすごいスーチャーやめて僕はやっぱ良かったんじゃないのかなって。スーチャーはねやっぱトルクは低回転からすごい来れるんですけど、やっぱり音とか振動とかではやっぱね、まあそこを気にしてみんなスーチャーってやっぱり、あと効率ですね、あの伝達効率、エネルギー効率、音、振動、ここでスーチャーってちょっと不利なんですよ。だからまあ今回ボルボもやめて、電動化っていう方に舵を切ってきてっていう、まあその気持ちは本当よくよく分かります。まあその結果としてフロントちょっと落ち着きが出たなと。でも素性としては XC90 は少しフロントから共振の振動は出ます、プルプル振動出ます、ハンドルにそれが伝わってきます。それがちょっとむずがよく感じる時もあるかと思います。それは若干もう僕は今見つけちゃったので、まああるっていう風に最後お伝えさせてください。ちなみに、2022年の11月に、グローバル発表でこれ XC90 です。EX90、 社名合ってると思いますけど、それが発表されました。要は、電気自動車です、完全なる電気自動車です。それが発表されたんですよ。で XC90 の後継としてその電気自動車が担うんじゃないのって言われてますけど、今日聞いた限り XC90 の後継とは一言も言ってないです。ちょっとどうなるかわからないですね。まあでも、まあ、何にせよボルボは今あのもう北欧の方からどん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 積極的に結構 EV の波っていうのは激しくなってきているので、それで考えると、そうですね、だからボルボが既存の自動車メーカーの中で最も強く電動化に対してなんか舵を切ってる感じもするので、まあまあ楽しみですよね。そういうメーカーが出してくる EX90 って SUV におけるフラッグシップモデルの電気自動車ですので、まあどういう仕上がりになってきてるのか、まあテスラのモデル X とかも十分加味しながらの商品展開なはずなので、開発だと思うので、まあそれらを触れるのも、楽しみでございます。ちなみに日本にはねなかなか入ってこないって言ってますね。やっぱりその市場要求で言った時に、電気自動車はそのなんて言うでしょう、日本以上にもっともっとくれくれ言ってる市場はもっと他にたくさんあるわけですよ。だから電気自動車のトップ市場じゃないわけですよ日本は。だからハイブリッドとかがやっぱり日本はね、あの発展するのが早かったので、電気自動車に対してはすぐ行かなくても今成り立っちゃってるような状況ではあるんですよね。しかもインフラ整備が遅れてるので、だから国ももっともっと動かないと多分日本における EV の波は、だからまあそういうのが準備整うまでって考えると、やっぱり2025年ぐらいからじゃないですかね、日本は EV っていうものが全力でがっつりとなんか動き出すっていうのは、なんかそんな感じです。僕はまあ EV に世の中シフトしますよっていうところはもう去年一昨年でもう明確になっちゃうじゃないですか。でここで一旦ちょっと冷静になりましょうっていう時間が来て、2025年ぐらいに改めてこのままではやばいって言って、国も一生懸命動きながらのインフラ整備も積極的に、なんかまあ税金も使われながらの、まあ、EV 最年少っていうのが2025年ぐらいにあるんじゃないかなっていうのを勝手に思ってるところです。まあ、最近あの EV どうですかねとかすごい質問多いので、僕の個人的な読みとしては、いろんな情報を総合的に考えての読みとしては、僕は一旦ここで EV はなんて言うんでしょうね、その下火になるわけじゃなくて維持っていう感じです。去年と今年で EV に対して、まあ今年の正確には夏頃まですごい積極的に EV 促進っていうのは行われてましたけども、その促進レベルは加速方向からちょっと維持に変わると思います。25年ぐらいに、これ以上はもっとはっきり言っちゃえばインフラが整わない限り日本はもう無理だと思います。はい、だからチャデモとかも一回考え直さないといけないと思います。それら含めて全体のインフラっていうものが日本は
うん、これ以上電気自動車が増えても幸せになる人が増えるっていう、そういう環境じゃないと思います。逆に言えばサクラであるとか、ああいうシティコミューター的に生活を支える小さな小さな EV 車っていうのは、今後まだまだその間にも、うん、可能性はあると思いますけど、って言ってももうサクラと EK クロスがある時点で、うん、もう十分な台数はそこで、うん、提供できちゃうんでね。まあそう考えるとやっぱ25年本当インフラが整わないと EV っていうのは日本だと難しいんじゃないのかなってちょっと思っている次第です。ってなんでこんな話になったのかわかんないですけども、まあ改めて XC90 も今度、都心部でまた、今もブレーキ踏んでないですからね、ワンペダルドライブです、勝手に止まります。ホールドボタンを押してる押してない関係なしです。ちなみにこれ今ホールドはかかってないんだ。これでブレーキを踏むと、あ、ホールドっていうマークがつかないのか。へえ、嘘。ワンペダルドライブだとつかないのか、ホールドのボタンが。あ、どっちにしてもクリープ現象をなしにしてるからか、クリープ現象オン。そうすると、こうにクリープ現象。そうするとブレーキ踏んだらホールドがないと動いちゃうから、これでホールドをオンにした。あ、これでホールド。初めてこれでホールドがオン。じゃあホールドからの解除は滑らかでしょ。うん、そうかそうか。だから使いこなしも結構ね複雑だな。まあ僕はクリープいらないから、はい、クリープやめてワンペダルドライブしたいから、はい、 B レンジで走り続けます。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。改めて都心部でもまた乗りますので、その時にもいいからスコアもつけていきたいなとも思います。まあでも乗り味も含めて下道はね、マジいい。下道ほんといいですよ。うん。下道のこういう感じ、ほんとエアサスの良さも出ている感じで、いなしながらすげえ上質に綺麗に走るんですよ。しかし、高速道路行った時に、ちょっとね、ドタバタとするような印象が漂うっていう、まあそういったとこですかね。だから高速道路をガンガン行くっていう、まあでもそういった人にこそ勧めたいですもんね、これは。まあでも、あの XC60、このプラグインハイブリッド以外にも B6 もありますし、だから先ほど言った電動ターボチャージャーの B6 とかもありますので、まあそちらに注目するのもいいかと思います。でもね、やっぱりリアモーターだけでこの走るっていう電動ドライブ感は、やっぱ魅力は魅力ですよ。まあもし買うならって言ったら高いですけど、僕はこっち選んじゃうかな。雪道走るんだったら僕はガソリンモデルを、やっぱり、いや、ガソリンモデル、雪道でも、やっぱ今電気の力すごいから、やっぱこっちかな。やっぱこっちなのかもしんない。なんやかんや電気がどんどん市民権得てきた感じがします。性能面でも市民権得てきた感じがします。ではでは、失礼します。いかがでしょう。今日僕試乗中にブレーキって考えてみたら踏んだかな。ブレーキタッチ確認してないですよね。ちょっとブレーキタッチ確認しとこう。はい、ブレーキタッチどんな感じか。ギュー、完全停止、滑らか、いいじゃないですか。これブレーキタッチもいいですよ。回線強調しっかりとできてるので、うん、とってもいいかと思います。